おー、いちごマジェスタですね。マサルです。マサルさんで。渋いなー、 BBS の LM、 かっこいいっすねはい、こちら車小僧です。これまたすごい僕の大好物のね、車見つけちゃいました。こちらになります。トヨタのね、いちごマジェスタですね。うちのチャンネルでもめちゃめちゃ少ないんですけれども、めちゃくちゃ渋くね、仕上がる仕様で見つけちゃいました。オーナーさんもね、見つけることできましたので、いろいろ聞いていきたいと思います。まったりしてるところようやく見つけちゃいました、はい、ありがとうございます。まずは差し支えなければ、ニックネームのも構いません。お名前の方、マサルです。マサルさんで、ありがとうございます。車種の方から教えてもらっていいですか。平成8年、はい、15マジェスタ。15マジェスタ、はい、グレードとかって C タイプ。 C タイプ前期ですね、ベースが。なるほどなるほどC タイプだ。当時は C の F ってマジェもあったんですけど、はいはいはい、それが一番上だったんです、はい、パッと見ね、内装も変わってたもんね、うん、F タイプのゲートシフトを移植した、はい、すごいな。 F 仕様みたいな感じですね、はい、うわすごいね。本間はもう移植、そういうことですね。じゃあまあもう仕様は F になっちゃってるような、ほぼそう、そういうことですね、はい、うわ素晴らしいですね。前期のままなんです、はい、あそういうことですね。小さい、はい、前期だとヘッドライトもスリットですもんね、はいはいはい、そうですもんね。当時のマジェスタを当時のオーナーさんが乗るっていうね、最高です。17、8年乗ってる。そうなんですか。2代目ですこれで。あ、一号マジョですか、うん、うわ乗り継いで、はい、ってことはもうこれしか乗ってないセダンは。そういうことですねうわそれはすごい。1代目やっぱり手放さざるを得なくなった理由って何かあるんですか。サンルーフがついてなかったんで、はい、1代目が。そういうことですね。故障がとかではなくて、運転じゃなく、どうしてもサンルーフが欲しかった。たまいいのが出てきてっていうタイミングが、はいはい、あ素晴らしいです。ありがとうございます。長く乗られてる中で1号マジェスタでここ弱いよとか、ここ大きな故障とかって。そうだ、ダイナモが壊れたかな、うん、あじゃあまあ定番の消耗品ぐらいで、大きな例えばコンピューターが故障したとか。そういうのまだないです。ないですか。今ももう絶好調な感じで。そうですね。走行ってどれぐらい走ってるんですか。14万ちょい、15万、はい、です。じゃあちょっと実車を見ながらね、いろいろちょっとね聞いていきたいんですけど、フロント周りで言うと、まあ、さっきポンと僕もね刺さったの、まあ、シャイニングエンブレムですね、はいはいはい、これはもう元々ついてた感じですか。いや、後から。後から。昔マジェスタつけられてたのを移植して。あ、そう、そうです。そんな感じですか。いや、というのはもう今結構高いですよね。高いですよねと思って、はい、そしてこのさすが当時オーナーさんでも、当時はそんなやんなかったコーナーポールを、うん、若い時は、ね、嫌で外してたんですよ ね、コーナーポールね。そうなんですよね、うん、とりあえず私は純正を、なんだ、はい、オプション品をふんだんに使いたかったという、はい、その仕様大好きです、はい、大人のいじり方ですねコーナーポールももう当然1号マジェスタ純正のコーナーポールで、はいはい、フロント周りグリルだとかも純正。グリル純正、これも前期の後期なんも後期仕様に完全にフロントも変えてるわけですね、はいはい、素晴らしいですね。しかもすごいちゃんと LED にランプ類は変えてるんですね、うん、そこはちょっと結構こだわってね、ハロゲンで突き通す人もね、もう考えたんですけどね。でも LED にしちゃったらそっちが絶対綺麗だし、やっぱヘッドライトは明るい方がね、夜道がね。おっしゃる通りです。必然とコーナーもね、色をね。おっしゃる通りです。それでこれバンパーはこれエアロンなのですか？純正にリップかな。車内の、はい、リップを足してパテ埋めの。あ、スムージングしちゃってる感じですか？開口部も全部純正トップ。ここっ、ね、払って、はい、あ、ブラックメッキみたくしてるんですか、これ、はいはいはい、すごい、これ気づかなかった。まあ純正加工ですね。あ、セルシオのナンバーのダイザー、はい、おー、サンマルセルシオここですね、はい、でウィザードがついてるとですね。あ、ここ車外のフルバンパーかなと思ったんですけど、どうしても、はい、やっぱ純正本具が使いたかったという。あ、そういうことですねうんうん、これもお抱えのショップさん、昔ながらの。あ、僕ショップさん、社長さん来てる作った人なるほど、やっぱあれですか、カスタムのセンスもご相談されたりするんですか。うん、そうですね。あ、まあ俺がやりたい形を、はい、形にしてくれた人。素晴らしいですねやっぱ社長さんも VIP の時代もあった。今も VIP ありましたよ。俺は14マジェと33シーマーもう盛り上げてくれた車だしですね。そうですね。ああ、そうするとやっぱりもうお若い今オーナー様とかもショップの方でこう結構。いや、今やっぱり若い子車離れで来ないね。あ、本当ですか。
この会場見るとね、それを感じないですけどね。ああそうっすか、減ったね。減っちゃってます。やっぱり昔の方がパテ梅スムージングとか注文はあったけど、はい、昔から車好きな人が来る感じ。なるほど、わかります。渋いな。 BBS の LM です ね、はい、ね。そうですね。すげーな、綺麗に。これ一つ傷がないですね。これずっとこれ使われてるとかですか。これしか入ってないですね。あ、本当ですか。1ゴマです。買った時から、はい、1台目から、はい、ずっとこれしか持ってない。もう本当もう約20年、そうそうそう、20年近く。そうです。すげーな。いや、それがすごいのと、やっぱオーナーさんの運転技術がすごいのか、リムのガリクソン一つないっていう、うん、相当気をつけて運転されるのと、ね、運転技術が、うん、まだ今色塗ったばっかりなんで、はい、あ、そうなんですか。ディスクですか。いや、あ、ボディ。あ、やっぱりそうなんですか。うん、全塗したばっかり。すごい綺麗。先週？あ、先週塗ったの。完成した時の。磨きが終わったのが。あ、そういうことですね。もう乾いたばっかりって感じですね。はい、うわ、塗るテカですもんね。これもやっぱりあれですか。202の純正にこだわってとか。はい、あ、トヨタの色を。もともとも黒だった感じですか。白。パールホワイト。じゃあもう思いっきり印象変わりましたね、イメージが、はいはい、あー、白のこのスタイルも見てみたかったなまた違いますよね、全然。これそしてこの覗くブレーキって、はい、これって純正じゃないですよね。はい、80スープラ。あー、やっぱりそうです。純正の、あ、純正というかあれですよね、純正品だけど他車種のってことですね、はいはいはい、ポン付けポン付け、うん、できるんだ、はい。いや、すごい。それでキャリパーもこうちょっと色塗ってって感じですね、うん、これ削ってんすか、このツヤツヤになってるの、うん、いいっすね、そのコンセプト、その純正品をね使いながらっていうところが、はい、あ、かっこいいわ。やっぱ全然違います機器。うん、そうですね。これあと足は何を詰めてますか。ボルトさんのエアサス。エアサス、なるほどね。じゃあこれで走行なわけじゃないんですね。ちょいあ、でもちょい。フェンダーの加工はそんなされてない感じですか。いや、爪ぐらい。インナーやったね。インナー加工は。あ、じゃあもう入ってるところ、うん、ああ、ええ、全部。あ、じゃあもう意外と見えないところで苦労、ご苦労されてる、ええ、いやかっこいい。そしてサイド、これサイドもちっちゃいエアロついてますよね。エイムゲインさん。あ、サイドはエイムゲインさんなんですね、はい、こだわられてるわ。ドアパネル、これは純正。純正、お、純正か、はい。いや、綺麗で、しかもスガラスっていうのがいいですね。やっぱりこれでスモックとかになると、まあ、またあれね、ガラスなんで、はい、このレースのカバーをつけたかった、はい、なるほどなるほど。すごい、しかもクラウンの純正というかね、純正オプションなんで。これもともと持ってたって感じですか、昔ながら。うん、ちょっと前に買って。お、売ってるんですね。保管して。いや、似合うわ。でもさっきのコーナーポールの話じゃないですけど、中古車で昔買ってこれがついてると真っ先に話してたんですけどね、はいはい、そうですね、これが今これがかっこいいですね、うん、やっぱ年行くと当時気持ちが分かりましたね、うん、当時のね。すごい。そしてリア、これリアもブレーキは、あー、そうなんですか、すごいな。でハウジングのところはこれ塗ってるんですもんね、はいはい、あ、それだけで雰囲気全然違いますね。いや、渋い。でもあれですね、車高の落とし方とかテイストは多少ちゃんとこう今風のトレンドも取り入れる、ね、まあ、東北仕様ですよね。そうですよね、 TBS の、はい、あー、素晴らしい。このエンブレムは1号のまま、はい、そのまま、ね、純正、ね、そしてこのリアね、特徴的な、これはね、タケノコテールつったりキャベテールって言ったり。いや、渋い。やっぱリアカーテンだけでね。そうですね、うん、これも残したおしゃれになりますわ。いかつさ低減します、はい、うん、あの渋いっていう方になりますね。おお、そしてこれは、あ、やっぱり、まあ、寒冷地仕様、はいはい、ね、うちにしたですね仕様って感じですね。もともと寒冷地じゃない、はいはいはい、テールは特に LED、 あ、やっぱりそうなんですか。加工してあるやつを。すげえ。これも17、18年前の。あ、そうなんですか。ずっと使ってるやつ。すごい、弾切れないですか、はい、すげえ。物がめちゃくちゃいいんですね。そしてこれリアも、これエアロですね、この大きさはね。サイドと一緒。あ、フロントだけは純正プラスアルファにこだわられて、はいはいはい、そしてマフラーも綺麗に入ってますねこれは車外ですか。車外です。おお、もうオリジナルワンオフって感じですか。ラバー延長して、うん、あ、で幅ですね、うん、はい、かっこいい。いや、でもこうやって後ろから見ると結構キャンバー切ってるんですね。そうですね走行だと起きてくるんですけど、はい、おお、
ちょっと後で、ぜひ、通常車高僕大好きなんで走行車高が、あとあのマフラーってどこまであれですか、もう中間とかも出口だけ、あ出口だけ、はい、まあまあなら静かな感じ、はいはい、全然ちょっとぜひあの車構造チャンネルのマフラー音コーナーというのがございまして、ちょっとあのいちごマジスタの V8 サウンドお聞かせ願っていいですか、あのアイドリング音と軽くちょっと踏んでいただく感じで、バコンじゃないですもんねお願いします、すごい上品、お願いします、おー、でもいい音だわ、ちょうどいいっすわ、軽くお願いします、渋いですね、あー綺麗だな、この塗りたてどうですか、黒に塗りたて、もう黒にしてよかったなって感じですか、そうですね、なんですけど、はい、けどもうメッキ類が部品が出なくなって外装パーツですね、取り替えれないピラーね、よーく見るとね、あこっちね、この時代はでも全部金属ですよね、そうでもないですか、ステンですよね、だからまあ磨き込めば、逆に現行のが結構もうビニールというかね、プラスチックになっちゃってますよね、あでもこれね、はい、新品なんだよおおすごい、フロントのね、唯一部品が何年か前に5年前ぐらいか、カットイだの、はい、を今前頭機につけた、はい、あーすごい、ちゃんとそういうの計算していつか使うだろうみたいな感じなんならもうライト新品あるからね、あ買ってるんですか、すげえ、でもまだ出番じゃないですよね、まだまだ綺麗なうちはまだ本当見つけた時に買わないと出てこないですもんね、うん、出ないんですね、素晴らしい、じゃああとちょっと内装を見させてもらっていいですか、軽く綺麗だな、ね、さっきおっしゃってたように元々はモケットそうですだったのを、はい、移植されたっていうことですよね、綺麗だわ、この時代ってコンビ版でしたっけ、あこれも取り替えた、あそんな感じですね、クラッチオさんの、おーはい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 、いやいな、ウッドパネルも多少追加されてる感じなんですかねおしかもマルチなんですね、そうですね、これって動くんですか、はい動いてます、おーまあナビとしての機能のレベルは低くなっちゃってると思うんですが、まだ CD とかはまだなってるんで、あそうなんですね、でさっきおっしゃってたゲートにしたんですよね、もともと前期だとストレート、うん、そしてゲート式に憧れましたもんね、センターこのコンソールのところのウッドとかってこれもあれですか、純正、あ純正なんですかこれ、もともと、はい、あグレード高いとあそこにウッドが入るとか感じなんですか、いやもともと後期は、はい、サンルーフがついて、いやいいな、しかもあれですね、デジパネですね、はい、元気に、はい、全然すげえすげえ絶好調ですね、いやー素敵です、すごいわ、綺麗だわ、この内張りとかもこれ初めて見たな、1号のね、このギャザーの感じと、数は少ないですもんね、いや少ないんですよ、なぜかかっこいいんですけど、うん、僕も全国こうやってイベント見てても1号マジェスタは、ね、極端に少ないですね、うん、マジェスタっていう車種は人気なんですけどね、1号がね1号がなぜかねそうなんです、うん、当時不人気ね、販売台数が、ね、そうなんですよねそうなんですよね、やっぱ14が爆発しすぎちゃったっていうのもありますけどね、この顔面はかっこいいですけどね、うん、ちょっとベンツっぽくてね、走行車高ちょっと優さげてもらって見せていいですか、すいません、またそれが好きなんですよね、走行車高、うわー下に入ってんだな、おお早いな昔のデータシステムのエアサスコントローラーかっこいいな、かっこいいですね、さすがですね、いやいやありがとうございます、素晴らしい絵が撮れました、まあねオールペンで仕上がったばかりであれなんですけど、これからこのマジェスタが少し今年に進化する予定とかあったりします、もうメンテと綺麗に維持するのが、ねつけたいのはつけちゃったんで、もうちょっと完成度を上げたいからと言います、あ、まあ、さっきおっしゃったメッキパーツを綺麗にするとかではなく、まあゆくゆく俺2人の完成形はツートンだから、はい、おだ下回り、はいはいはい、なるほど、もともと純正であったんでしたっけ、ブラックツートンで1号マジェスタで、あったと思うけど、はい、うん、まあとりあえず今回は黒でって、あそういうことですね、ね、ツートンにするとなんかもう僕のイメージはもうジャンクションさんのイメージが出てきちゃうんですよね黒でね、はいはい、ありがとうございます、めちゃくちゃかっこいいですわ、ぜひね、まあうちのチャンネル平成初期平成一桁 VIP って言ってるんですけど平成一桁の VIP がメインで配信させていただいてるんで、まあ、またねリメイク等々あってお会いした時、車ほどチャンネルを保存させていただきたいと思いますので今日はすみません急に、はい、ありがとうございました、どうぞ引き続きよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
これ16のアリストになりますね。私水尾です。このホイールのチョイス、結構僕大好物分野ですね。これはどういう形で、よろしくお願いします。